カスケードと申します。我々は今までアタッチメントを数十年にわたって、飲みさせていただいておるんですけども、その中でアタッチメントの付加した機能というものでアメリカとして取り組んでおります。でその中の一つがこういう、EFC のシステムというものがございましてですね、これは今までアタッチメントを使って物を掴むときに、例えば工場内でいろんなこのクラッカーとかですね、弁当とかいろんなものを運ぶときに、例えばクラッカーはこのぐらいな力で持たないか、次の製品は違う力で持たないか、いろいろクランプの力を変えないかというところをオペレーターさんが非常に苦労してですね、あ、今日は今は何かなって見ながら作業しておられるんですけども、それを自動的にやろうというようなシステムです。で具体的にはこう今物流で使われているバーコードですね、これを読み取ることによってここにクランプ力のデータを一つ付加していただきます。それをアタッチメントに送っていただきます。でアタッチメントの方は自動的にそれを読み取ってクランプする力をその情報に基づいて自動的に制御してくれます。でそれによってオペレーターの方々はただ単に、あ、次の荷物を取りに行く、掴む、どっかへ持っていく、それに専念するだけでいくらの力で持たねえかんとか、そういう調整が一切不要になります。そういうことによってオペレーターさんの作業が非常に軽減されることが一つと、もう一つはそうやってここからここへ持ってきたよっていうデータを今度上位のシステムへ返すことができます。でこれによりまして、上位のシステムで、あ、この原料は今ここからここへ動いたな、そういう情報がまたこちらに戻りますので、トータル的に非常に位置情報を持ったもうしっかりと管理システムをこれをフォークリフト使って、することができるということで、最終的にはこのフォークリフトがですね、一般に言われますレジのポスシステムというようなものと同じような役割をする、動くポスシステムといいますか、そういうようなものとして機能できるというコンセプトを持っておりまして、ですからこれは大きな工場さん、物流倉庫さん、そういうところでいろんな製品を管理されておられるというようなところで特に力を発揮しまして、このポスシステムとなるリフトプラスアタッチメントを使ってより高度なシステムを構築していただくというように寄与していきたいと思っております。